今回は、ライナーにハマった友人がいるスレ主に対する、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。ずっと謝ってくるのか。すまない。静かに。もういいって。もういいって。仕方なかったんだ。お前の友達がうざがらみしてくるのも俺のせいだ。もう嫌なんだ。自分が殺してくれ。ちゃんやくちゃんとやってあげろよ。苦しんで死ぬように最大限努力しろ。したら満足するのかな。許さないでくれ。違うんだ、作品や友人のせいじゃなくライナーが悪いんだよ。そうだ、お前の言っていることは全て正しい。頼む、静かにって言ってやれ。結婚しよう。お前と同じだよ。ライナー定型無敵すぎない？すまない。ろくに友達いたことねえだろ。お前リアルでうざからみされる人の気持ちを分かったつもりになるなよ。俺にだって友達くらいいる。わかるさ、友達がいたことくらいある。やばいな、もう10年くらい友人いない。定型しか言わない。この作品が悪い。アニメしか見てないか原作も追ってるかで、トモライナーの相手の仕方変わってくるな。原作追ってるならんーで一旦終わらせられるけど。困ったことに表だって進撃で好きなキャラはライナーですって言いにくいんだよな。俺はお外では兵長って言ってるな。一番好きなのは美の巨人なんだが。性癖疑われるわ。人格疑われるわ。表だってライナー好きですって言ったらどうなるんだ。ホモ野郎扱いでも受けるのか。本当に気持ち悪いよ。絶対にモテない。結婚しよう。ライナーで絡んでくる友人も絡まれる。相談を受けてさらに絡んでくる。ここもみんな同じなんだ。ライナー好きを認めてもらえるのは進撃どこまで追ってるかじゃないかな。壁内まではマジで気持ち悪いよだったし、コニー助けるまでは爽やかナイスガイだし、頼りになるし、ユーモアもあるしで一番好きだったよ正直。シガンシナでも生き残ってくれて嬉しい気持ちはあった。ライナーのことバカにするけど、自分の責任を認められる奴がどれだけいるんだよ。エレンのレス。ライナーも好きだけど一番はジーク。この前の最新話でさらに好きになった。ダハハ、またライナーネタを振ったな。他のネタはないのか。表だってそういう話になったら麻雀が無難だろう。ライナーは誰かに裁いてもらいたい誘い受け系だから、ちゃんと肉体言語で締めてあげないとダメだぞ。もういいってって返せばいいよ。すまない。ライナー定型が使いやすいのがいけない。ライナー最初の頃は嫌いだったし、とっとと殺せ判事とも思ったけど、今じゃ一番好きだからたまらん。そもそもこの作品自体が表だって好きと言えるような作品じゃなさすぎる。まあ霊光が読者を震えにかけすぎる。ライナーしつこいからほんといい加減にしてくれ。すまない。すまない、本当に俺はどうしようもない。その通りだガリアード、お前の言ってることは全て正しい。ガリアードか、解禁するのやめろ。外面のいい中身ダメ人間がひどい目に遭い続けるのを見て喜ぶ高尚な趣味はちょっと理解できない。中身ダメ人間なら最新話まで戦い続けられないと思う。ライナーが好きなんじゃなくてライナーをネタにするのが好きなだけでは？すまない。MAPPA ライナーが割とかっこよく書かれてるせいな部分もある。一つの罵倒レスに対してつもつも欲しがり出すのが本当に気持ち悪いよ。俺にはそんなごっこ遊びできる友達がいなくてがっかりした。進撃は読んでなくてもいい奴らじゃないか。もっと早くそう思っていたら。皇室家はガバガバのくせに定型は無敵の男。友達がいたら復権派ごっこするのも楽しいんだろうな。今ライナーが好きとかフロックが好きとか言われても、まあ好きになる側面あるよねって話できるけど、エレンが好きとか言われたらどんな顔すればいいかわからない。いや、エレンは壁内より今の方が感情移入できるしわかるよ。原作の方なら好きだよ俺。駆逐してやる駆逐してやるって言ってばっかのエレンより、俺はがっかりした、ごめんごめんって言ってるエレンの方が好き。誰が好きかって聞かれたら一番無難な回答は誰なんだ。ジャン。リヴァイ。リヴァイ。ジャンかサシャあたりでは。ピークちゃん。エレン好きって言ったら変な目で見られそう。ダハハハハハ、また同じ定型を使ったな。他のやつはないのか。すまない。ライナー面接のエレン真似は一人でよくやってる。またエレンの真似一人でやってたよね。面接官になりたいのかな。友達の作り方があったら教えてくださいよ。ファルコって言っておけばとりあえず角が立たない。はぁ、あんた何こんな奴らの顔色伺ってんのよ。この返しできる友達いたら大事にするわ。サシャは芋ネタと宝石ネタのおかげでギャグキャラの印象を強く残してるからだいぶ無難だと思う。伊佐山先生が好き。一番変な目で見られるやつ来たな。そんな自分の好きなキャラも表だって好きって言えないなんて。この漫画メインどころよりライナー、グリシャ、ジーク、チースあたりの過去回想の方が面白いんだよな。キャラの鮮明度が違う。
アルビンもね、先生は進撃終わったら長編より短編をいっぱい書いてほしいわ。友達ができないのも仕方がなかったってやつだ。違う時代や環境のせいじゃなくて俺が悪いんだよ。友達ができないのは俺のせいだ。それはそう。こういうのを認められる人間になりたい。その通りだ。ガリアード、お前の言ってることは全て正しい。俺を許さないでくれ。本当にどうしようもない。欲張りセットやめろ。これ言われてうーんしていいか聞いたら、何それって返されるまでワンセット。いやなんでもない。喋りながらだんだんライナーの体勢が下がってそう。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。で強制的に相手の母親を犠牲にする大技大好き。口にお前の銃突っ込んでやればいいだろ。私は二人は恋人同士だったと思ってるけどね。愛が重すぎるね。普通に友情じゃないの。早速かや定型使ってて。草かやさん、前スレに戻って。だって私は人は恋人だと信じているもん。人を信じて恋を追い続けていれば恋はいつか必ず実る。見返れお尻見るを見てるとこれも支持してそうなのがな。嫌いなんだよ。単焦方形の壁に生きがるやつが。いや、むしろもう好きだな。歓喜なら俺の DP 加えてくれ。私長年の読者強いね。まあアニマンだから許されてるけど、よそであのノリしたらうざいよね。その通りだ。ガリアード、お前の言ってることは全て正しい。強制的にガリアードにするのやめろ。そもそも作中でジェンがブチ切れてることをそのままやったらイラつかれて当然だよなっていうね。友人は多分マルコを殺してはいないだろ。そうだ、俺が殺した。こんな風にな。パーン。いや正直ここでも関係ないところで湧いてくんなよとは思うけど。お前の言っていることは全て正しい。それはそれとして俺は自由だ、みたいな突破力ホント好き。最近結構 YouTube とか T 笑いたーら辺でもよく見かける。まあライナーに限らずネットのノリ、現実でやるなら人選ぶからな。時代や環境のせいじゃなくて俺が悪いんだ、不法こんなノリだろうしな。思いっきり冷めた態度で、そうだな、お前が悪いなって言われて会話が終わるやつ。その通りだ。ガリアード、お前の言ってることは全て正しい。こっちが反応しなくなるまで同じネタを繰り返し続けるリアルオタクは嫌い。わかる、マジでやめてほしいけどなかなか言い出せない。なんならアニマンでも進撃関係ない記事で出てくるとちょっと鬱陶しいからな。ライナーに関係なくネットのネタをリアルに持ち出してる時点で相当きつい。嫌いなのだよ、ライナーネタをゴリ押すやつが。いやむしろ好きだな。ここではある種の定型とかしてるけど、現実でずっと同じネタすり続けられたらそらうざいわな。アニマンじゃなくてもライナーネタじゃなくても、この手の特定のネタは通じる相手にお互い楽しめる程度にやるなら問題ないねん。過剰にやられるとライナーネタに限らず鬱陶しいねん。聖者でも相手にしているつもりか。現実で分をわきまえることすらせんのか。この進撃とワンピがごちゃごちゃになってる感じとか好きだぞ。リアルでやるやつはどうかしてると思うが、アニマンないならまだしも外に持ち出すのはやめた方がいい。このサイトを違和感なく受け入れてた俺を急に刺すんじゃない。正直このコクペ思い出すなんじゃみたいに定型文が発達してる板ってのは、コミュ障にとっては都合のいい場所だからな。お互い一方的にもかかわらず表面上はコミュニケーションが取れているように見えるなんじゃ。は意思の疎通を捨てた猿ガキの溜まり状、書き込まれている内容さ鳴き声に近い。ジャンのノリで政治の話がちでしだすのもかなり迷惑だよね。他の考察から来てしつこく同じこと書き込むやつもどうせそっちで追い出されたに違いない。うちはネタでキャッキャするの楽しいんだよな。側から見たら気持ち悪いかもしれんけど、自分が入れてるうちはノリより楽しいもんないからな。進撃もライナーもノリも好きだけど、他作品の感想でやりすぎてる人がたまにいるんだよね。他作品のアニマン記事でも反感買うような意見にライナーはガリアード定型文つけてる人見たとき、あまりに気持ち悪くて異常さが際立って気持ち悪かったし、案の定反感買ってて空気乱れてたから自分も気をつけようと思った。めちゃくちゃうちはネタってことを意識した上で、わきまえた場所でやるのは楽しいんだけどね。もちろん進撃に限ったことではないんだけどね。いやそもそもアニマンはまとめただけで、アニマン民わらがライナーネタを使ってはいけないんだ。お前の言っていることは全て正しくない。お前みたいな自分は正しいと頭から信じてる奴が他でうちはネタを垂れ流すから困る。ここは異常者の集まりだと理解して、外では人様に迷惑かけない言動をしろよ。そもそもお前らリアルに友達なんていないだろ。なんで急に殴ってくるの。事実だから仕方なかったってやつだ。お前ら、じゃないだろ。僕らはぼっちなんだから。
お前モテねえだろ、人のことを知った風に言うなよ、友達くらいいたことはある？いた、つまり今は芸術になった。それは何歳の頃の話でしょうか？まさかとは思いますが、その友達とはあなたの想像上の存在に過ぎないのではないでしょうか？過去形だったよね今ね。過去形だったよね。二人とも今聞いてたでしょ。ほら、過去形だったよ。友達の話をするのにいたことがあるだなんて、今はいないようなことを言うことなんて私にはなかったよ。普通に成り立ってるけど、これあの人のセリフの抱き合わせなのが面白い。お前モテねえだろ、勝手に他人のリアルを知った気になるなよ。まあ友達はいるが恋人はいないがな、がははは。は恋人はいないということは芸術にしてしまったのか？その通りだ、ガリアード。お前の言ってることは全て正しい。俺と仲良くしてくれ。本当に寂しい。いるよ。俺にとっては数少ない友人だけど、向こうにとってはたくさんいる友人の一人に過ぎないだけだ。リアルに来るのやめろ。友達いないって言われるよりきつい。ほとんど無差別テロで腐っていうか、場合によっては米主も友達いなくて自爆テロの可能性もあるから、マジで立ちが悪いわ。突然の自己紹介やめろ。はあはあ、敗北者。息子ばっかで友達いなそうだもんな。欲しがり魔族の巨人継承されとるやんけ。お前の巨人は名前以上に芸のサディストを引きつけるからな。美の巨人で対抗しよう。止めなかったら芸術にしてやれ。ガビ死ね死ね言ってた友達が、最近あの子かわいそうじゃないってなってきて、ガビガビしてきたなと感じる自分が気持ち悪くなってきた。仕方なかったってやつだ。流行はこんなにも残酷じゃないか。兄も多分同じ感情だったと思う。キックの練習しなきゃね。兄はサイライナーのことはハグするくらい好きなんだぞ。あのハグは好きのハグじゃなくて別れの挨拶としてのハグだ。これだからモテない野郎は。好きっていうのは決して恋愛的な意味ではないよ。兄はアルミンという彼がいるし、友情的な意味であっても好意があるから、女が男にハグできるってことは彼の挨拶の表現だったら握手なり手を振るなり色々あるけど、作者がわざわざハグを選んだってことは好感を表しているんだと思うよ。友情的な意味だろうけど好感ではないんじゃないかな。嫌いだしぶっ飛ばしてやりたいけど、それでも戦士として兵士として一緒に戦ってきた幼馴染だし、もう会わないってなったら多少は寂しいだろう。現実で例えると小中高一緒だけど高校で友人の性格が変わり、嫌いなタイプに疎遠になり、そのまま卒業式へ式の後偶然会うと元に近い性格になっていた。最後に小中高といろいろあったけどありがとな、頑張れよハグって感じじゃない？日本のハグと海外のハグは別物だしな。父への答えやライナーとの共闘を経て、ライナーへの理解やら共感やら許容やら自分自身の反省やらが込められた別れのハグ、昔と比べたらまあ好意と言える。じゃあ誤解を招くから他の奴にもやれや。話し相手をガリアード化させる構文が強すぎる。母親を巨人に食わせる構文もあるぞ。ライナー定型許すと勝手にガリアードにされた上に、いつの間にか母親が巨人に食われたことになってるからな。アニメでカットされたのが残念でならない。半分は当たっている。耳が痛いだが、素晴らしいキャラクターと物語を共有したいという思いも組んでやってくれ。どう見えるかだ。自分にとっては素晴らしくても、相手にとっては不快に思えたりすることもあるし、人によって捉え方が違うから、どの程度をしていいかも判断が難しいよな。というか相手の顔反応も見てない、コミュニケーション能力死んでる G 野郎みたいなやつだからな。やっぱジャンってすげえいいやつだわ。他の漫画の記事でも出すの最近多いのは、ちょっとね、何の記事でも俺が悪いんだとか、許さないぞ天之助とかオウムのように連呼してるのは。勝手にダメージ箇所耳限定にして半減するのやめろや。例の考察でグリーズが好きなキャラ上位になりそう。自分をライナーだと思い込んでいる一般ライナー。現実の死刑囚も自分のことについては誰も恨まず、自分のしたことの結果だと考えていますと述べている。七死のアニマンチスイ、わかるさ、友達がいたことくらいある。急に悲しすぎる、独白するのやめろ。ここからはライナーがクソ野郎とばっかり出会っていることに対するみんなの反応です。両親ともにふんなのによくこんな高校息子が育ったよ。よくよく考えるとライナーの人生クソ野郎としか出会ってないな。そして島で出会う残虐非道な奴ら、乗り込んだ先の悪魔が住む島の方がいいやつ多いって、そりゃ頭おかしくなる。そもそもてめえが島いたんだろ。環境が悪すぎる。違う。こういうレイパー親父に対して母親って大抵心壊れちゃってる系が多いけど、かなりまともだよねライナーママ。ところでこのブラウン家なんですが、ライナーママがあれで壊れてないと思いなら、君はちょっと精神科行った方が良い。シグルイのイラコの母親よりはマシかなって。
ライナーパパが悪いんじゃない時代や環境のせいなんだよ。党内にだっていろいろ問題は山積みだが、エルディア人差別はないし、同期の仲間は気のいいバカばかりだし、そこにいた日々はまさに地獄だった。ライナーの動機を一つずつ丁寧に潰していく過去編。これは騙した母親がひどいと思う草婆さんみたいに自殺されないだけマシ。この環境だと後に頭ヘイナーが生まれるのも仕方ないか。追い詰められると早口でまくし立てるの両親の遺伝すぎる。母親は自分の過ちに気づいてくれただけマシか。結婚に対していいイメージなさそうだけど結婚しようとは思うんだな。完全に頭おかしくなってるせいでもあるけど。でもね、彼はエルディアの悪魔の被害者なんですよ。事情がわからない以上確定したことは言えないけど、普通にママの方が身分隠して近づいたのかなって個人的には思ってる。収容区の外に出るときは腕章しなきゃいけないんだから隠しようがないのでは。最近になって血液検査の精度が上がったけど、少し前はノラエルディア人結婚いたらしいよ。草婆さんとかもそれ。そこはまあなんかこううまいことやってあのママ悪知恵は働きそうだし。パパは母親の被害者だよ。まあ息子に言う言葉じゃないけど、寄り添ってきたらこういうのも仕方がない環境。エルディア人と子作りしたとバレたらマーレ人でも収容所送りだからな。こんだけひどい差別を受けてるのに話し合いでゆっくり解決って無理あるよな。俺の家族がどうとか言ってたから不倫かと思ってた。パパもエルディア人って知ってたけど性欲に勝てなかった説を押す。ここまで言うやつが性欲勝てないやるかな。さすがにセッマルマルしたら捕まるような相手とは遊ばないというか、お前らだってどんな美女でも病気持ちとはやりたくないと思う。エルディア人を性的な目で見るのってチンパンジーに発情するのと同じくらい難しそう。見た目エルディアともあれそう変わらないし余裕でできると思うよ。そんな見た目でクリアできるなら草婆さんやライナーパパみたいなこと起きないと思う。むしろ性欲的な問題は見た目でクリアできるのがヤバいんだと思う。エルディア人ってことを隠しる奴がいて子供生まれたら一族連帯責任で処刑って冷や汗もんでしょ。いやクリアできてないから草婆さんの嫁心中したんだろう。いや草婆さんがそのままの性格と容姿でマーレ人なら自殺とかしなかったと思うから、やっぱりエルディア人って肩書きのせいだよ。草婆さんの件を考えたら殺されてないだけマシだと思うよライナー。性的な目で見るのは余裕だけど、その後のこと考えたら絶対無理。伴侶がエルディア人だって知ったら子供殺して自殺するような人がいるレベルだもんな。エルディア人って知りつつ抱くような人はいないんじゃないか。やったら縛り首に怯える人が性欲に負けて抱くかな。エルディア人とのオフパコは草婆さんの妻でも即決で心中するクラインには禁忌なんだぞ。ライナーパパは騙された説を押すぜ。ピークちゃんとパンサー隊ならなんとか、いやそれでもきつそうだな。アイドル的な扱いで人気はあっても、じゃあピークちゃんと結婚して子供作る決心できるかってなるとみんな尻込みするんじゃないかね。クソ父親がレイパー、クソ母親が父親を騙した、好きな方を選んでいいぞライナー。俺が悪いんだ。これに関してはマジでそうかもな。極論だけどライナーが生まれなければ親父も怯えず過ごせたよ。目がそっくりだなこうしてみると。でも強大な力を秘めた一族をチマルコで落とすってシチュエーションに興奮するとかはない？むしろこれ妻子持ちの癖してライナーママ抱いてる時点でクズ度すごくねえかな。俺の一家ってライナーから見ておじいちゃんとおばあちゃんのことじゃねえの？一家って言ってるだけだから両親とか親戚の可能性もあるし、ママの雰囲気見る感じ判明するまで愛し合ってたから当事者としては別にいいんじゃねえかな。ライナーはすぐ自分に抱え込むよな。まあ座れよ。やはり時代や環境が悪かったんじゃ。草婆さんの嫁は自分で蹴りつけたんだから偉いよな。逃げたライナーパパとは違う。でも子供も一緒に殺すのはな。でもまああれではエルディア罪人の扱いって巨人爆弾とかだろ。死んだ方がマシだ。投下する前薬漬けに見えるしな。ライナーは気ならししてもええよ。仕方なかったってやつだ。あの英雄ライナーの親だぞ誇れよ。腕章とか隔離なんかの制度はいつから始まったのか、段階的だったのかとか、いろいろ不確定だから。知性巨人だったらマシで人食うだけの化け物になるの普通は許容できないよて。そんなマーレでも他国に比べたらエルディア人の扱いはマシだ。逃げることすらできん。どうしてもそこそこ隔離地区のエルディア人に優しいマーレ人が印象的なせいで、大多数のマーレ人がめちゃくちゃエルディア人に辛辣だというイメージが湧きにくい。いや戯れに石投げたり犬に食わせる奴らがいるんだから哀悼なんだけど、直接にはエルディア人と接しようとすらしないんだろう。不倫なのか隠して良い感じに付き合ってたらエルディア人だったのか、隠されて子供できたみたいな。言われてきたわけじゃないけど、あの女が復讐考えてたのは本当という。モンヘイのおじさん人も最初はいやいや仕事に就いたけど、関わるとそんなに悪い連中じゃないって認識に変化したのかな。
多少の欠点に目をつぶり接していれば同じ人間として仲良くもなるし悪くもなる、無関心で人間扱いしないのが一番危険だ。草婆さんの奥さんはマーレ人だからそのまま重罪になるだけだけど、子供は間違いなく楽園送りか人間爆弾だし、むしろしっかり子供と一緒に心中しただけ奥さんは子供に対する愛情がしっかりあったんじゃない。巨人爆弾のことを考えたら違法に作ったエルディア人の子供の末路なんてろくなもんじゃない。それ言ったらエルディア人全員クソみたいな存在だから安楽死が最前提になってしまう。それかそのクソみたいな世界のルールを世界ごと破壊する地ならししかない。寄生巨人は仲間として戦えるから分かり合える。巨人爆弾は近くにいるやつ食うだけで意思の疎通もない、クソすぎて絶対無理。父親と一緒に暮らす夢はなくなったけど、選ばれし鎧の巨人継承者って名誉が残ってるから。この漫画クソ親父が多すぎる。ライナーママの反応的に多分エルディアバレする前は普通に良い関係だったんだろうな。